ちゃってた。大丈夫かな、こんにちは、入ってるねテロップも。こんにちは、どうもー、ゆうさんハートありがとう。かずひろかわいい、ありがとう。かわいい、こんにちは、こんにちは。コメントできないけどごめんね。うん、お仕事とか学校とかみんなあると思うので、 BGM 感覚とかで聞いてください。作業 BGM みたいなね。白熊さんまたありがとう。お昼ご飯食べた？まだ。こんにちは今日は早い時間の配信だね。そう、6月終わりっていうこともあってお昼もしてみようかなみたいな感じです。すごくかわいい、イエーイそうで、夜もでもやります。夜もやる、そう夜もやる。あきらさん、あらかわいい、ありがとう。そう今日も暑いね。ドアノブ触っただけでもすごい暑かったもん。もうドアノブが暑かった。もうまずなんかそう、夏とかになるとね暑くなっちゃうじゃないですか、どうしても熱の影響で。そうだからね、もう夏来たなーって思った。それでなんか一昨日とかは結構暑かったじゃないですか、おとといも。でも昨日はそんなにドアノブ自体も熱くなかったんですけど、すごい熱せられてて、もう夏ちょっと本番入ってきたんじゃないのかい、どうなんだいっていう感じですね。長持ちさんかわいい、ありがとう。すっぴん、うん違う、下地してコンシーラーしてマスカラしてアイライン引いたファンデはしてないね。だからあとキラキラ塗ってますね。ドアノブ基準、そうだよドアノブ基準ですよ。私は最初にドアノブ触って熱かったら、あちょっと着替えた方がいいかもとかも考えるじゅんちゃんかわいい、ありがとうがっちりしてるがっちりしてってね噛んだんですけどミニさん、あらちょっとおひさハートありがとうまあそんなにあれですよ、劇場用のメイクとかよりはめちゃくちゃ薄い。みやびちゃん今年水着着る予定は？お仕事であるといいなって感じ消防士そうですね、ちょっと心の中の消防士さんがね出てたんじゃないかなミニさん、あたくさんありがとう。ハート角田さんもありがとう。ハート、みんな今お昼ですか？お昼時？福岡の暑さを再確認したら、韓国は梅雨なので今週ずっと雨が降ってる。あらそうなんだ、やっぱり違うのね。プライベートで来てくれてもええんやで。お何を？あ水着よってことね昼時日本列島です。お昼何食べてるんですかみんな何食べてるの？みやびのせいで昼ご飯食べ損ねそうじゃあすぐにね、ショールーム切ってもらってうそうそ、お昼ご飯作り中、ナスとトマトのパスタ。すごーい、あれじゃないですか、なんだっけ、お店あるよね、お箸で食べるパスタのお店、五右衛門だっけ、じゃないですか。今からそうめん作ります。あーいいねー、そうめんか、あいいね。そう私もねまだなんですよ、お昼ご飯。313 初見ありがとう。おにぎりとパンいいねー
かわいいパン。コンビニの冷やしラーメン、冷やしラーメン、へー、天津飯、おー、すごく暑いね、ね、暑いね、みんな気をつけましょう、熱中症とかには。お昼ご飯迷い中、お、決めてあげましょうか。決めましょうか。さっぱり系と、じゃあこってり系を提案しますね。あ、カルビ弁当、お、ちょっと何ですか、指針ですか。じゃあさっぱり系は、私がさっきすごいビビッときちゃったので、そうめんとかどうですか。うどんとかでもいいですよ、お蕎麦とかでもいい。さっぱり系はその3つのどれかで、じゃあこってり系は、牛丼で、うずしおのりさん、ハートありがとう。いい感じです。お、よかったです。ちょっと口が回んないね。そう、暑いよ、気をつけよう、暑さ対策はしましょう。お湯沸かし準備完了、お。みんなあるものなのね、家にそうめんの麺とか。そうめんの麺、ちょっと韻を踏みましたね。白熊さん、だるまありがとう。牛丼って聞いたら牛丼食べたくなった。リオンちゃん、あ、動画作ってくれてありがとう、いいねした、 TikTok、 あ、ここにね付け足しました。ありがとう。あ、今日休みなんでサーフィン来てます。すごい、サーフィン。チェンさん、かわいい、ありがとう。じゅんちゃん、花束ありがとう。私サーフィンとか絶対できないですわ。あれって体感ないと無理なのかな、やっぱり。でも一回こうやって掴んだらいけるのかな、どうなんだろう。スタミナないと体バテちゃうもんね。ね、だからみんなスタミナはちゃんとつけましょうの寿司。たち、みやびちゃん浴衣着です、着て涼めて。今からはちょっと厳しいけど、そう、でも配信で浴衣着るのもありかもとかは思ってる。ブギーボートでもよくない？ブギーボートってなんだ？あのバナナのボートみたいなやつ？そう、でも私海行ったことないんですよね。さっきカップのプリンアラモードを落としてぐちゃぐちゃなのを食べました。あら、まあでも胃に入ったら同じだからって考えよう。お、みやびちゃん TikTok 始めたから投稿しなきゃと思って。ありがとう、めちゃくちゃ嬉しかった、画面録画しちゃった。ビームは水泳得意、得意、水泳自体はね得意ですよ。そう、大会とかも出ちゃったりしてたもん私。そうなんですよ、それはね、泳ぐのは得意なんですけど、ずっと練習するってなっても室内とかだったから。そうなんですよ、海に行ったことない。そうなんですよ、あの海にね、あの一歩たりとも入ったことなくて。そう、そうなんですよね、だから行ってみたいっていうのはある。お昼だよ、みやびちゃん投稿してたら遅くなった、まだまだ。ありがとう、投稿もしてくれて。 B さんで海に、まさにね、そうですよね。ともちゃん、ありがとう、たくさん蛍、蛍のポーズがわからないので、
これだとなんか違うし。TikTok やってたんだね。やってまーす。 Twitter の ID と同じですね。名前は普通に長野みやびでやってる。やろ。チェンさんありがとう。ホタル。そうずっとこれ魂って言っちゃう。コパトーンとシーブリーズも忘れずに。コパトーンってなんだ。鬼瓦。ちゃうわい。じゅんちゃんありがとう。ペンライト。白熊さん音符ありがとう。初恋バタフライでしょこれはね。日焼け止め、あ日焼け止めなんだ。私ずっと日焼け止めアネッサ使ってますよ。劇場で水着に着替えて桃地浜まで歩けば一応泳げる。それ結構あれじゃないですか。恥ずかしいよ。そうね、そっか、でも近いか確かにね。そっか近いよね。言えば確かに確かに。いいね今年は。でもどうだろうな、行く機会あるかな。コパトーンを知らんとは年齢ギャップ。え、そうなの。そう、でもいいですよ、金のアネッサがやっぱり優勝って感じですね。泳ぎ何が得意だったの。全部できるけどね、最後までやってたのはバタフライかな。 TikTok は最近アカウント作ったのかな。そう、めちゃくちゃ最近ですね。作って1週間経ったかな。え、経ってないかも。どうだろう、経ったっけ。そう、そのぐらいです。もう生まれたてほやほやなので。やろ。こんにちは、こんにちは、初見ありがとう。バッタ得意なんだ。お、その呼び方を知ってるとは。水泳やってたのかな。通やなって。そうなんですよ、バタフライね好きでねやってました。私ね、そう腕力がやっぱりあるんで、そういう力技系が得意でしたね。力技。ね、バタフライって結構腕の力使うし、あと背泳ぎとかも好きだった。あの平泳ぎがね苦手でね、そうゆっくりしたのが苦手なのかな。そうすごいね遅くて本当にタイムが、そうどうやってもね平泳ぎ伸びなくてね、それは悩んでましたね。そうで私いつもね大会の時とかね、スタート遅れるんですよ私。そう水泳の大会って用意ピッみたいな音が鳴るんですね。なんか電子音みたいなのがピーンってなって、そこでみんな飛び込みみたいなするんですけど、そうあのねその音にずっといつもねワンテンポ遅れちゃってて、そうフライングするのはあれなんですよ、ルール違反になっちゃうから、もし出てたとしてもすごいタイムが良くてもねダメになっちゃうんですよ。そうでもフライングじゃなくて後からこう遅れちゃって入る分には全然 OK なんですね。そうだからそれが怖くなっちゃって、私なんかそのスイミングスクールの先輩がすごい速い人いたんですけど、その人がなんかフライングしちゃってタイムがなんかもうダメになっちゃったのがすごいなんか私が怖くなっちゃって、そう遅れたの、それからそういうことがねあったんですよ。
そう、なんか怖いよね、タイムが台無しになっちゃうっていうのが。あ、ヤマニャン、こんにちにゃん。お、出た、18日。18? 待って、どうしよう、チームエイトさんのポーズでこれだと18になるんじゃ。白熊さんありがとう、だるまおめありがとう、おめでとうありがとう、なったかなちょっと片手で8作るのは難しかった。みやびんいつも肌綺麗やな、おお、ありがとう。腕力すごいってことは腕相撲は無敵？でも結構無敵ですよ、普通にね、パパビームとかにも勝てるチェンさんファイト、ありがとう、頑張るんばー。メール届いた、あーらー、どのメールだろう。そう、今日ねちょっとショックなんですけど、あ、待って、携帯の音量が入ってた。そう、朝活ねしたんですけどね、そう、朝活したよっていうメールというか、おはようメール送れてなくてごめんね。そう、ごめんなさい、普通に下書きのところに入っちゃってた、ごめんみやびのふくらはぎが好き、それ言ってくださる人ね、結構ねちらほらいらっしゃるんですよふくらはぎフェチって言うんですかじゅんちゃんありがとう、ホタル気にせんでいいよ、ありがとうごめんね。そう、本当にね、歩いたのにね、そう、朝起きて何時だろう、7時くらいには起きて、7時前、いやでもジムに行ったのが8時前か、だからまあそのぐらいに行ったんですけど、しょぼんメールが届いたか。そう、いい形してるいい形よかったよかった。そう、ごめんね、そういうこともあるよでもね、絶対送ろうと思ってたんですけど、もうごめんごめん。なんかみんなからのメールの返信が一つもなくって、えって思ってたんですよ、ずっと。そう、あ、ツイッターとインスタフォローして、おー、ありがとう。 TikTok は後でフォローするね、待ってます。マッピーさんありがとう、白熊さんオープンありがとう、じゅんちゃんファイト頑張るねありがとう。そう、大丈夫、これからは気をつけます。そうなんですよ、そう、多分疲れて間違えちゃったんだと思う。もう何だろう、件名もちゃんと、件名じゃないや、メールのアドレスとかもちゃんと入れてたのに、そのままもう入ったままだった。マッハさんかわいい、ありがとう。ん、今か、乾いた気がする白熊さんありがとう、パチパチどんまい、ありがとう。ね、蚊がいたような気が。お昼行ってきます、バイバイ。あら、行ってらっしゃい、みやびちゃんもたまにはゆっくり休んでね。私は大丈夫ですよ、全然いつでも元気いっぱいなので大丈夫だよ、でもありがとね。そう、
お昼我慢お昼我慢しちゃダメよねえ、持たなくなっちゃうよ体力とか。今から送ってもいいんやでってじゃあちょっと改造したのを送りますね、後でショールーム終わったら送る。暑さには気をつけて、本当にそう、みんな気をつけよう、水分補給もしっかりね。やっぱりすごい暑いからね。ねえ、だってもう外見るだけでもすごい暑そうだもん。じゅんちゃんありがとうアイスだごっちー。そう、この前のねリハでね、社長さんがアイス差し入れしてくださったんですよ。そう、31の。でもね、私アイス禁止だからちょっと、そう、他の誰かが多分食べるだろうなと思ってちょっと食べれなかったそう、多分メイクさんとかが食べてくれるかなって思うから。そうそうなのよ。 TikTok の猫耳かわいい、ショールーム配信はつけないの、似合うのにっていうコメント来たら、つけないわけにいかないじゃないですか。ちょっと違うやつだけど、じゅんちゃんかわいい、ありがとう。白熊さんありがとう。たこちゃん、ペンペンさん決勝ありがとう。ビーパップさんありがとう。アイスごちそう、バーチャル上は OK なんでねタイトさんありがとう、かわいい。ちょっとねレース調ですね、こんな感じ。すぐ猫耳出てくるの可愛い。いろいろありますよ。そんなね、そんないろいろ言われたら、ちょっと待ってね。あ、痛い痛い痛い。そんなこと言われたら、いろいろ出てくるに決まってるじゃないですか。これね、大きすぎて映んないんですけど。こうしたら映る。お昼食べた、まだ。うさ耳ですね。てんさんかわいい、ありがとう。じゅんちゃんもかわいい、ありがとう。タイトさんもありがとう、かわいい。うさ耳ですよ。そのうさ耳本当に似合う、かわいい。やった、前世猫だったのでは。そうですね、前世は猫だったと思います。タイトさんハートありがとうハートたくさんありがとう。お仕事ファイト。ミニさんかわいい、ありがとう。なんかうさ耳のが好評白熊さんありがとう。風呂敷、風呂敷の形大きすぎてね、そう入んないんですよ、画面に入りきらないの。では仕事に戻ります。あら、頑張、無音でもありがとう。いってらっしゃい。次は何に変わるかなって書かれたらね、もうちょい待ち。あ、すぐにできるのはある。待って、髪だけ整えさせて。ちいかわ、そう、あ、こうした方がわかりやすいね。ちょっと顔暗くなっちゃうけどちいかわですね。
こんな感じよ。来ると思ってた。メルザウルスパーカーもあるけど、そう別の部屋にある。ちょっとそれは次はね、うさ耳だけど別のはありますよ。そうこれね、でもちょっと被るの難しいんですよね。白熊さんバラありがとう、めっちゃ可愛い。嬉しい、ありがとうございます。の寿司です。そうこれちょっと被るの難しくてね、なんかボコボコってなっちゃうんですよ。うさ耳かぶり物バージョン、あそれじゃ仕事戻ります。頑張って、頑張だぴょん。垂れ耳ですね、ちょっと。でもバネ入ってるからね、うさ耳にもちゃんとできるんですけど、こんな感じよ。あ熱くないよ、これ結構薄手だからね、熱くない。こんな感じ、ちゃんとね耳もねピンクですよ。あこうしたら分かりやすいかも、こんな感じよ。似合う？ありがとう。たまらん、ありがとう。やったね、じゅんちゃんかわいい、ありがとう。指レンジャーはないんかな。ないんですよ、それがないのよ。そうないのよ、それは。ちょっとこれね男持っちゃうから、これはちょっと外しときますね。じゃあ猫耳つけときますか。あこっち前か、装着。うん良いのでは。これねリボンついてるんです。私黒髪だから紛れちゃってるかもしれないけど、ここリボンついてるの。こっちだと分かりやすいか。そうここにねついてるんですね。午後から在宅勤務だから帰ってきた。おお疲れ様、しげもんさん。ただいまじゃないや。ごめんなさい、私が帰ってきちゃった。おかえり、白熊さんアイスごちです。ともちゃんかわいい、ありがとう。そうこんな感じのもあるんです。ちょっとこっちかな。でねまたね別のもね頼んだりなんだりしちゃったの。そう猫耳ねもう一パターンねちょっとねこれから増えると思う。じゅんちゃんありがとう、さくらんぼ。ごっち。そうずっとね黒色ばっかり持ってたから、そう白色買ったんですよ。そう白猫買ったんですよね。でもちょっと届くのね7月のいつだろうな、1週間はかかっちゃうかも。そう初めての通販サイトで、しかも海外だったっぽくて。そうなのよ、楽しみ、待っててね。かわいい、嬉しいな。シロニーハイメイドさんしますか。メイドかあるけどね、通販。そうだいたいこういうのは通販かな、売ってるところがねあんまりないじゃないというかね。他の動物の耳は頼まないの。そうウサ耳は頼んで、そう今ある感じで。他なんかあります？
そう、羊とかもいいなって思って、それはねちょっと頼もうかなって思ってるんですけど、なんかある？あったらちょっと視野に入れたいというか。あ、くまちゃんね、くまちゃん確かに。白熊さん、結婚して夢でね、夢でしましょう。天神あたりで服買うの、そうだね、でも通販が多いかな。サメに食べられてる系面白系ね、そう面白系ねあるんですけどね、なんか前ねしたらね、つけたらねなんかバンされちゃってね。そうなんですよ、ないことはないんですけど、見せるだけなら多分大丈夫かな。そうタコとね、ちょっと待ってね、一瞬消えます。これがあるんですよ、そう恋キング恋キングと被り物バンあるの。なんかねコスプレって認定されちゃってバンされちゃったみたい、前配信。そうタコ持ってるんですよ。そうちょっと別のところからちょうど近くにあった、よかったそうこういうのもあるんですけどねそうキャラものね多分ねダメなんですよ。そうなのよ、いや、うんかそうでもねタコかぶってる時にね、タコ前かぶってたね、そう同じやつ、そうタコかぶってる時にねダメだった気がする。うん、メイドとかもハロウィン以外は危険だね。そうそうなんですよ、申請みたいなのしなきゃねちょっと危ないのよね、そういうところは。アーニャもバンされてた、あら。そうでもこういう小さいなんだろう物自体だったら大丈夫っぽいね、猫耳つけた時とかはメイドも、そうメイドもねコスプレに入るからちょっとねグレーゾーンというかそういうラインなの。ニュース見てたら今日災害レベルの暑さって言ってました。そうなの、ルール大変ですね。まあね仕方ないよ、安全にねショールームするためにだからね。そう安全に配信していきましょうメイドさんコスプレはね持ってはいるよ、そう持ってはいる。福岡34度なんだ、34度、衣装とコスプレは違う、は違うんじゃないかなやっぱり。じゅんちゃんハートありがとう、たくさんラブありがとう、ありがとう。あ、そうそう、きんに君のねスタンプ新しいの出たらしいですよ、第2弾。そう第2弾出たっぽいよそう欲しくてね、ちょっと第1弾はね結構きんに君単体って感じだったんですけど、第2弾はねちょっとちらっとは見たんですけどね、なんかねプロテインシェイカーの影から覗くきんに君とかね、なんかね小物がね入っててすごい良かったですすごいレビューみたいになっちゃった良かった良かった。コスプレするならインスタライブ、あーインスタライブしたことないな、制服コスモ多分微妙よね、そこのラインが怖いのよね。白熊さんありがとう、さくらんぼごちー
じゅんちゃんたくさんありがとう。ラブラブ。住んでるとこめっちゃ暑いって毎日ニュース出てる。今日38度ミヤじゃないですか。ねえ、札幌晴れ24度。あ、24度、おお、それは低いのかな。どうなんだろう。でも30度いってないから良きかな。 OK。 あーにゃって言われてね、連想するのが村重さん、わかるわかる。先に出てくるもん。ちなみに愛知県39度を超えてる。あらあら、それは TikTok ライブもできるようになったらいいね。そう、でもあれかな、そう、あの4500人か、あ、インスタがね、インスタのフォロワーさん4500人か5000人いったら質問箱みたいなのしてみたいなって思ってます。需要あったらだけどね。ちょっとしてみたくて、ちょっとうずうずしてる、増えないかなって。白熊さんありがとう。くまちゃんありがとう。くまちゃん今猫だけど耳6つになっちゃった。ありがとう。いやいやい。秋田は曇り23度。あら、23度、結構涼しいのかな。ありますよ。お、需要ある、需要あった。にゃーにゃー。台湾は36度暑い。36度、あ、38度。あらららら、それは暑い、気をつけてね。今4449人だから、もうすぐや、そんな増えたの。ありがとう。ありがとうございます。需要あるかな、どう思います。まあ、ないって言われたらね、全然受け止めるんですけど。チェンさんかわいい、ありがとう。でもいまいちね、あのね、分かってないけどね、あのやり方が、質問箱、需要あるあるシティですよ。あるか、よかったぜ。湿度だった。湿度だったんかい。ないって選択肢あったのか、あるかなって思っちゃった。じゃあちょっと、ちょっと引きようかな。ずっと猫耳してほしい。今日はね、昼はずっとしてるよ。あと51人、今日は明日ぐらいに達成するかも。すごい、なんかいつの間にかそんなに増えて、ありがとう本当に。おお、頑張ろう頑張ろうね、いい区切りですからね、5000名。そう、4500人でちょっと悩んでたのは、なんか5000人に行くのに、なんか、なんだろうな、こう後押しというかプッシュできる何かになるかなって思って、そう考えたんですよ。でもあれ、答え方とかそういう本当にやったことないんでね、ちょっとわかんないけど、もし事故ったらごめんなさい。やっと仕事休憩になったんで、これから眺めさせてもらいます。よろしくお願いします。でも貴重な休憩をありがとうです。ご飯はちゃんと食べてね。すごい、何食べようかな。あ、そうだ、お昼でも開けちゃいますか、ちいかわ。そう、あと2個あるんですよ。あ、でもどうだろうな、やっぱ夜にしようかな、開けるのは夜にしようかしら。ちょっと30分もう過ぎちゃって、あと20分。そう、1時になったら13位の方から読んで1位の人にお礼書きますね。
今日は在宅だから最後まで付き合うよ。お、ありがとう。インスタライブ最初は誰かとコラボして、あー、コラボとかできるんだ、へー。そう、あとね2個残ってるんですけど、ちいかわのグミでも7月にも開けたいなっていう気持ちがあるんで、そうですね、夜に開けようかな。夜も、あ、配信します。時間は決まり次第伝えますね。またタイムテーブルとかもしときます。白熊さんありがとう、ハート。シール気になるね、気になっちゃうねありがとう。今出勤途中のバスの中、あら、あらなら、頑張れ頑張れ、行ったら。インスタライブはなんかおしゃんね、なんかおしゃれですよね、いつものカードのグミ。そう、あ、あ、違う違うごめん、そうってすごい嘘ついちゃった。これですね、インスタライブは画質がいい。あ、え、そうなんだ、おお、最大4人までコラボできる。あ、ありがとう教えてくれて、いつかやりたいね。そうで、これあれですね、ステッカー付きのグミ、あと2個残ってるから、そう、今日の夜ステッカーついてるやつ、そうそうそう、後ろにこの黒いやつがステッカーですね。ちょっと触ってみよう。あ、これ開けたやつだったわへえ、初めて知った、インスタライブ画質いいって。あ、違うのかな、ショールームよりめちゃくちゃいいのかな。おー、45分からお仕事なので、また、あ、夜にね、じゃあまたねーん ステッカー、いやー、それは捨てないのでね、ステッカーは。そう、ちょっと60点かなね、初めて知った、インスタライブが質いいの。インスタライブは反転するので気をつけてね。あ、そうなんだ、ちょっとありがとう、なんかたくさん教えてもらっちゃってありがとう、タカさん、ありがとうね、すごいインスタマスターだ、インスタマスターとね呼ばせていただきますわすごい、全然ね、まだね、やっとタグ付けとかもスムーズにできるようになってきたしって感じなんですよ。そう、インスタのね、なんか複数枚選ぶとこうアップロードされる画像の、なんだろう、大きさが決まっちゃうんですよ。だからね、そう、それのね枠とかもね作っちゃったりして、そう、よく見てるので自然に覚えますって。おー、なるほど。ショールームみたいなギフトのエフェクトとかがないから、その分画質いい感じ。あ、なるほどね、そういうことか、ほうほうほう、すごい勉強になりますほんとほんと、インスタはアカウント持ってるけどミヤビーム見るのしか使ってない嬉しいありがとういろんなメディアでミヤビーの配信見れるの幸せもっと幸せになって、嬉しい私だけって、ありがとう、どんどん更新も頑張りますね、頑張るんば。そうなのよ、頑張りましょう。インスタもちょっと更新度が高くなってきたような気もするのでそう、ストーリーはね、TikTok を上げてるから、なんだろう、毎日更新みたいな感じになってる今はね。
無理なくね、ありがとう。可愛いのでスクショしました。ちゃんと判明じゃなかったです。しかもめちゃくちゃ久しぶりじゃないですか、マコトジュニアさん、めちゃくちゃ久しぶり、ありがとう。千人に一人さん、初見ありがとう。可愛い、好き、私のが好き。そう、好きってね言ってくれるのめちゃくちゃ嬉しいんですけど、そう、私のが好きですよ、みんなのこと。YouTube はやりませんか。 YouTube はまだかな。ね、インスタとか TikTok がいい感じになってきたら、いやでも YouTube は難しいね。そうですね、サブチャンネルで出させてもらったらなって感じ。すごい噛んだね今、今月最強に噛んだ気がする。今何言ってるか分かんなかったもん。好き勝負なら負けませんよ。ありがとう。私の方が負けませんよ。最近ね、あのジェラードンさんっていう芸人さんいらっしゃるんですけど、そう、最近ねすごいまた見始めてる。コンビでするなら誰とする？迷っちゃうよそんなん。昼休みにミヤビーム見て癒されてる。よかったよかった。お昼でも満喫してね。お昼はね大切ですからね。ここは思い切ってニコ生に。ニコ生、どうやるんだろうあれ。ね、でもショールームと似た感じなのかな。あれですよね、コメントがこうやってくるやつ。ね。私あれ、あの博多誕生会とかでしかニコ生使ったことないんですけど、そう、あのなんて言うんですか、コメント職人さんいらっしゃるじゃないですか。すごいコメントの、なんだろう、文字の機能を使って、例えば今こうやって流れてるとしたら、こうメガネをかけた感じにさせるとか、そういう職人さんがねいるじゃないですか。そう、あれめちゃくちゃすごいなと思って、私めちゃくちゃ好きなんですよ。そう、なんかあの博多誕生会この前、まあ結構前だけど出させてもらった時も、そう、クルタンがねメガネかな、なんかをかけられててね、すごいわーって思った。こんにちは、こんにちは。絵を描く人、そう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 なんですよ。ある意味感動するよね。ね、あれすごいですよね本当に。どのタイミングでこうこの位置に顔が来てとかがわかるのかな。すごいよね。何、アスキーアートみたいな、そうそうそう、そんな感じのやつ、あの文字でね、あの絵を描く感じの、すごいよね。ちょっと私もやられたいなって思っちゃったもん。そう、もう本当に純粋にすごいなと思って。だから博多誕生会またね再開してるので待ってます。面白い本当に。角田さんありがとう、ハート。ありがとう。まだ時間大丈夫ね。ちょっと今びっくりしちゃった。私は真似できんわあれって、ね、どうやって出すんだろうってね、本当にどうやって出すんだろうね。あらかじめ作っておいて コピペしたら送れそう。あー、確かに確かにそうかも。コピペしといて、絶対この子の顔がこの位置に来るっていうのが分かってたらできるのかな。パソコンでやるか、多分パソコンじゃないかな。でも上手い人だと普通にスマホとかでもできちゃうんだと思う。もう慣れに慣れてる人だとね。ニコ生ってね面白いよね、コメントが流れるから、なんかそれが面白いっていうのもある。
50分ありがとう。そう、あの1時になったらなのでまだまだ10分もありますよ。あ、ラーメン作る方、うどん作る方、お蕎麦作る方まだ間に合いますよ。今日はバリカタじゃなくてもいけるよパソコンでした方が楽そうね。確かにそう。角田さんありがとう。決勝ゴチって言おうとしちゃったありがとうございます。白熊さんありがとう。ホタル、ホタル、もうバリカタじゃないですよ今日は。ね、2個ぐらい作れちゃうんじゃないラーメン。 TikTok フォロー したよ。お、あとでインスタもハートするね。ありがとう、待ってます。お湯沸かしてたの忘れてた。え、危ない危ない、それは危ないいやでもね、わかるよ。私もね、あのレンチンのものとかね、たまになんだろう、もうレンジでチンしといてちょっと食欲が失せる時とかたまに忘れちゃうもん。確かに作れる2個。そう、冷やし中華でした。あ、いいね日曜日に福岡に行きます。お、いいねいいね、楽しもう。もつ鍋ぜひ食べてください、美味しいんで。麺茹でるとききっちり時間計る方、そうだね、私は結構ちゃんと測りますよ。タイマーつけますもん携帯で配信中にパスタ作ってフランスパンと一緒に食べたよ。え、すごいもう自分でも優雅って書いてるけど、すごい、もうパリとかじゃないですかそれね、フランスとかすごいじゃん、もう優雅な一日じゃないですか。こう伸ばし棒みたいな間に入ってるやつ、丁寧な暮らしってやつですよね、もはやちょっと違う。でもね、麺茹でるときね時間計るんですけどね、なんかねバリカタになっちゃうんですよね私。そう、オフランスウインクちょうだい。どうしよっかなお茶の子さいさいですよ、一瞬だったけど。でも最近ねウインクした状態で、なんだ、片目つぶったままでの自撮りとかね、ちょっとねできるようになってきたんですよ。成長だそう、角田さんかわいい、ありがとうそう、そうなんですよ、成長してきた。なんかそういうウインクした画像みたいなのあげたいなってずっと思ってたんですけど、そうちょっとね成功しつつあります。なんかねまだね 100% とはねいけないんですけど、そう一回ねめちゃくちゃ成功したんですけどね、その後ねまだ 80% くらいかな。コンロの火力が弱いのかな。あ、なるほどね、そうなのかな。なんか私待ちきれなくて沸騰したのとかが、そう本当にウィンク上手になったよね。おお、本当、白熊さんありがとう、拍手。 TikTok フォローしてきた。あ、ありがとう、よろしくね。配信中に野菜の千切り作って、おお、いいねいいね。じゃあ今度ウィンクした自撮りをメールで待ってます。あれ送んなかったっけ。ウィンクはどっちの目が得意。こっちごめん、今めちゃくちゃ失敗しましたよねごめんごめんこっちとか言っときながらね、あの両目つぶっちゃいましたね今ごめんなさいね、こういう方がねあるからねダメなんですよ。そう、もっと練習しときますね。ウィンクもね、あの練習あるのみなのでね、3分のカップラーメンならだいたい2分くらいで食べる。早っ、ギネスじゃないですか。ギネスはもっとすごいのかな、ね、何秒とかかな
かな。ただのまばたき。あ、今ちょっとね、なんか意識しすぎるとできなくなっちゃう、なんかわかりません、そういうの、緊張しちゃうというか、なんだろうね、こう意識するとうんってなる。送ってたか、いや送ったっけ、どうだっけ、じゃあ送っときます、この後。この後ので送っときますよ。ちょっとあの重複しちゃってたらあれだなんですけど、ごめんね、送っときます。両目ウィンク。まばたきじゃい、やった。なんかごめんね、え、なんで謝るの、全然いいですよ。そう、私も覚えてなかったのあれだったので、任せどり。多分送ってない感じだね、これだと。多分ね、ツイッターにあげるかどうか迷ってて、でそれで送ってなかったのかも、多分ね。任せのりかわいい。任せのり、うん、何度でもかわいいので OK。 ありがとうございます。メールの返信できると楽しいですよね。ね、あのハッシュタグつけてくれたら見れますよ、カルビ、みやび、へいおまち。そう、メールの直接の返信はできないんですけど、そう、それつけてくれたら私本当に毎秒見てるので、そうしてくれたら嬉しいです。待ってます、ぜひツイッターにね、お願いします。月見そばさん、すごいいい名前じゃないですか。こんにちは、初見ありがとう。毎秒、そうですよ、音速でね生きてるのでね、もうメール届いたかなみたいな時にもうバババババって見てる。そう、なんかすごい嬉しいもんだってね、モチベーションというかにもなるしね、嬉しいから、単純に。仕事中はなかなか返信できないけど、どれかは必ず待ってます、他の方も待ってますよ、よろよろ。本当に見てるのでね、全部見てますよ。返信書くのが日課になります、ぜひ。それでいいんですよ、もうもう、なんだろう、私が見るの追いつかないよってくらいでも全然いいんですよ。もう日課にしてください、私との約束です。昼休み配信またやってね、またする機会あったらするぜ。返信しようと思ったけどメール取ってませんでした。あ、じゃあこの機会にいかがでしょうか、どうですか。59分、あ、ありがとう、ビワワさん、どうですか。ね、後悔させませんよ、とって。白熊さん、ハートありがとう。もう少しで終わっちゃう、あら。でも夜もやるので配信、そう、繰り返しになっちゃうけど、また時間は分かり次第、ツイッターとかでも伝えるので、よろ。多分やるとしても8時か9時くらいかな、めちゃくちゃ遅くなったら10時とか11時は多分ないと思う。初見です、ありがとう。あ、な、ありがとう。あら、もう早いね、1分って結構早いのね。じゃあ13位の方から読みますね、ちょっと前行きます。13位、13位はファニーデーさんです。12位は三浦さんです。11位はともちゃんです。10位は角田さんです。9位はタックさんです。
8位はムササビさんです。7位はチェ・ジンヨンさんです。6位はマリコ様です。5位はチェンさんです。4位はタイトさんです。3位はミニさんです。2位はジュンちゃんです。1位はドゥドゥドゥン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 バン、白熊さんでした。おめでとうございます。はいおめでとう、みんな壇上に上がってる人おめでとう。ということでお礼を書きます。ちょい待ち、初めての1位ではどうですか、北極から見てた。かっこ昼めでとですし、うん、もうすぐ、ちょっと待ってね。1,2,3,4,5,6。みやびよりで、ちょっと隙間が空いたので感じ。かけた。こんにちは、こんにちは。どん。かけたどん。おめでとう。めでたい。おめでとう。ちょっと待ってね。このぐらいか。北極からいつもありがとう。パチ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 。おめでとうございました。昼。アリの足足り、おお多い多い？一二三。あ、合ってますよ。6本。目の錯覚よ。ありがとうございました。 OK？ OK かな、 OK かな。よし、ありがとう。こちらこそありがとうございました。昼配信結構来てくれて嬉しいです。壇上に上がってる皆さんおめでとうございました。見てくれた方もありがとう。たくさん話してくれて嬉しかったです。夜も配信するのでお待ちください。また後で会いましょう。それじゃあまたね。